回収当時の SCP-294。アイテム番号、SCP-294。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-294 の標準保管手順書はありません。しかし、レベル2以上の職員のみ関わることが許されています。文書 SCP-294A 参照。SCP-294 は現在、2階職員休憩室に設置されレベル3警備員によって常に監視されています。説明。SCP-294 は標準的なコーヒー自動販売機の見た目をしており、見た目の唯一の特徴として英語のクオーテキーボードの入力タッチパッドがついています。硬化投入口に米国50を入れると、タッチパッドによってあらゆる液体の名前を入力することができます。注文すると一般的な 360ml の紙コップが置かれ、入力した液体が注がれます。初期実験で97種の液体、水、コーヒー、ビール、ソーダ、硫酸のような不飲料、清掃用洗剤、自動車オイル、ニトログリセリンのような通常液体で存在しない物質、鉄、ガラス、を試しましたが全て成功しました。ダイヤモンドのような固体物質では失敗したものの、SCP-294 は液体になれる物質は全て出力できると考えられます。約50回の運転後、作動しなくなると記録されています。約90分後、機械は自身で補給を行ったようです。さらに特徴として機械から出される紙コップは通常のものと同じですが火星液体の影響を受けません。現在、各種実験が進行中です。節約のため SCP-294 を2階職員休憩室に設置することが提案されました。事案294、15、警備員が配置され接触するにはセキュリティクリアランスが必要となりました。文書 SCP-294A、事案294、1に関して、2005年8月21日、エージェントジョセフは午前9、30の休憩時間にコーヒーを飲もうと SCP-294 に近づきました。エージェントが、どうすんのか見せてくれ、と要求すると、は、JOE、コーヒー、を注文。エージェントジョセフは汗を大量にかき、めまいを訴えるとその場で倒れ込みました。エージェントを診療所へと搬送後、医療班は SCP-294 のコップ中身、血、組織、その多体液が混ざった液体、を検査しました。検査により SCP-294 が出力した生体組織の DNA がエージェント、と一致しました。エージェントは4週間の休暇と点滴での水分補給で完治しました。レントゲンとキャットスキャン検査を行うも怪我の兆候は見られず、は退院しました。両エージェントともに厳しい処罰が下されました。SCP-294 に警備員の配置を要請されました。付録 SCP-294F、SCP-294 の資料を読んだにより SCP-294 はどの距離まで液体を採取することができるのか実験を要請しました。付録 SCP-294H、オフアイブ、削除済み、監視のもと、SCP-75 の分泌液、と注文しました。要求された液体をカップに注ぐことができると証明されました。しかし、実験の2時間後事案75、7が発生、付録 SCP-75m、参照、しました。この実験と全く同時間に SCP-75 が覚醒状態になり脱走事案が発生しました。非常手段で捕獲し、沈静化させる前に、SCP-75 はコーヒーカップの溶石と同様の塩基性溶液を分泌できました。この液体は事案後の調査でも発見されていません。付録 SCP-294I、研究員は、金、と注文しました。カップに融解した金が注がれました。研究者は同様に貴重な物質を注文すると同じ結果が起きました。付録 SCP-294J、研究員は、安全圏から、非液体物質、と注文しました。短くうなると、アウトオフランジ、圏外、と入力パッドに表示されました。SCP-294 の採取距離には制限があり空間、次元を超越することはできないと推察されます。付録 SCP-294K、研究員は、ダイヤモンド、を注文しました。SCP-294 は短くうなると、アウトオフランジ、と入力パッドに表示されました。SCP-294 は全ての固体物質で同様の結果を示しました。ダイヤモンドは炭素の固体の結晶であり、ダイヤモンド、
と注文したら液体炭素として出力できないと考えられます。その後、炭素と注文すると液体炭素が出力されました。SCP-294 は有害な液体に対し耐性があります。付録 SCP-294 メートル。SCP-294 の採取範囲の実験を開始しました。性漂白剤、性コーラ、MET、RX パウダー、ガラムマサラをある比率で調合。SCP-294 から約25メートル離れて調合液を設置しました。注文された液体は出力されました。出力分と同じ量が容器からなくなりました。付録 SCP-294-1。研究員、監督レベル4職員。今まで飲んだ中で最高の飲み物を注文しました。SCP-294 はコーラのような液体を出力しました。研究員はバチェラー、パーティーで飲んだカクテルを思い出しそれが最高の飲み物と確信。はラム酒とコーラを混ぜたものとは知りませんでした。SCP-294 がどのようにして情報を読み取るのか実験を予定しています。付録 SCP-294-1A。同条件でエージェントが今まで飲んだ中で最高の飲み物を注文しました。SCP-294 は後にウィンラガーと判明する上部が白い泡で覆われた黒い液体を出力しました。カップには5人の男性と2人の女性がビーチでビールを飲んでいる様子含む、が描かれていました。エージェントはビーチで彼の友人たちと共に飲んだウィンラガーだと説明しました。SCP-294 は条件を満たすために対象の心を読み取ることができると判明されました。付録 SCP-294-9-1。被験者は、完璧な飲料水、と注文しました。無臭のラベンダー色の液体を出力されました。液体を飲むと被験者はショックを受けました。被験者は後に、すまない、あの時からこの世の全てに失望してしまった、と遺書を残し自殺しました。再度同様の液体を注文することは非常に危険です。飲料水の内容もまだ特定されていません。付録 SCP-294-1。被験者は、キャシーが気に入る飲み物、と注文しました。空のカップを出す前に、3秒ほどうなりました。カップの側面に描かれたのは伝統的なソーダ屋のグラスで、そのグラスに茶色い液体がいっぱいに注がれホイップクリームが乗っかりました。SCP-85 は液体を飲むとチョコレートバナナのミルクセーキだといい、美味しい、と評価。付録 SCP-294W。研究員は、音楽、を注文しました。SCP-294 は薄くアルコールの味がする、透明なきらめく液体を出力しました。摂取後、被験者は聞こえはしないがリズムを、感じる、と報告し流れるように踊り始めました。その他抽象的概念に関する実験は続行中です。付録 SCP-294-AB。大規模なセキュリティ障害が発生中、エージェント、が2階職員休憩室に避難中、医学知識、を注文しました。部屋にいた4人のエージェントのない、無傷だったのがエージェント、でした。SCP-294 は透明な緑の液体を出力しました。接種後、エージェント、は財団の医療訓練と同様の方法をもって他のエージェントの治療に当たりました。エージェントは医療訓練を必要としなくなりましたが、この効果を再現することには失敗しました。エージェントは自衛本能を読み取ったのではと推測しています。付録 SCP-294-AC 博士は、私の人生、を注文しました。SCP-294 は音を鳴らしながら3分間激しく震え。非常に粘り気のある不透明な液体を出力しました。接種後、博士は今までに経験したことを全て思い出したと報告しました。この実験後、博士は自分のオフィスに入り、48時間のち538ページの自叙伝と共に戻りました。付録 SCP-294-AD。研究員は単に、私を驚かせて、とだけ入力し注文しました。およそ摂氏200度までに加熱された通常の水を不透明のカップに出力されました。手に取ると即座に蒸気へと変わり2メートル周囲に激しく熱湯を撒き散らしました。付録 SCP-294-AF。研究員は、キリストの血を注文しました。SCP-294 は振動し、HICS 手に向かりクス惨事に住まい、私の血が入った肺です、とメッセージを表示。そして約 0.12L の赤いブドウ酒が入った紙の酒を出力しました。付録 SCP-294-AG。
研究員は、スミドロンの地、旅行場との地、トーマス、ジェファーソンの地を注文しました。3回とも、アウトオフランジのエラーが出ました。付録 SCP-294-AH、知能指数99で筆記試験により好奇心が低いと判断された D クラス。その D クラスに、大陸狼の地を注文させ、狼の地を出力させました。次に D クラスに、馬の唾液を注文させ、馬の唾液を出力させました。次に D クラスに、コアラの尿を注文させ、コアラの尿を出力させました。次に D クラスに、フォベロミス、パッテルソニの脳脊髄液を注文させ、フォベロミス、パッテルソニの脳脊髄液を出力させました。フォベロミス、パッテルソニは約800万年前中心4時代後期に絶滅しています。付録 SCP-294-AI、キング博士は、室温超伝導を注文、種が植えたリンゴジュースが出力されました。付録 SCP-294-AJ、メンチュ博士は、D151839 の白血病と注文し、1カップ分の液体が出力されました。この液体を顕微鏡下において観察したところ、D151839 の遺伝子と一致する白血病由来の目玉を含むことが判明しました。再度、D151839 の白血病と注文しましたら、アウトオフランジ、エラーを得ました。その後 D151839 は白血病から治癒しましたが、15日のうちに白血病は再発しました。その他 SCP-294 に関する実験は現在申請中。